パリゴリンバスケットボール男子日本代表は現地8月2日、グループステージ最終戦となるブラジル代表との試合に臨んだが84対102で敗北。3連敗で決勝トーナメント進出とはならなかったが、あるスタッツで日本人選手が堂々の1位に輝き世界中から注目が集まっている。画像、パリゴリンに挑むバスケットボール男子日本代表のメンバー12名を一挙紹介。 バスケットボールのスタッツデータなどを紹介しているバウニバーシティは公式 X で五輪に関するランキングを公開。グループステージ終了時点の3ポイントシュート成功率、最低死闘数4で日本代表のジョシュ・ホーキンソンが1位に輝いたとした。その確率は驚異の75%、死闘数は3試合で計12本ながら9本沈めた。 世界屈指のインサイドディフェンスを誇るフランス代表戦では2ポイントシュートが4分の1で終わった一方、3ポイントシュートは6分の4。そして、ブラジル代表戦では5連続で3ポイントを沈めるなど追い上げの原動力として効果的に飛び道具を使用した。この結果には海外のバスケファンからも、一体誰なんだ彼は NBA に行くべきだよ、絶好調の KD、ケビン・デュラント。 よりも高いなんて。といった声があり、国内のファンからは、タカちゃんがトップなの。日本代表が1位にいるの嬉しい。世界にホーキンソンがバレてしまったな、とのコメントがあった。